はい、それではね、今回は2013年第1回第2問、問い2番のね、回答解説をしていきます。早速ね、問題文読んでいくと。図1は、ある植物の原数分率の過程の一部を模式的に示したものだ、表したものであると。図1に関して正しく説明している文を下の1から5のうちから1つ選べ、回答番号は7ってことですね。はい、下のやつ1個1個見ていきましょう。はい、1番。A の段階では染色体の様子に体細胞分率との違いはない。おかしいですね。1番×ですよ。なんでかなって言ったらね、相同染色体が、水合してるからじゃないですか。これ体細胞分裂にはないですね。これ体細胞分裂にはない相同染色体の水合ですね。はい、これ1番×。次2番。2番は A では相同染色体同士が水合してる、まさにこの話ですね。はい、2番正解。答えは2番です。で、次丸三番見ていきましょう。丸三番はもちろん×で、丸四も×で、丸五も×なんですが、よいしょ、先に×だけ書いておいて。で、丸三番読んでいくと、この植物の体細胞の染色体数は 2N イコール8である。おかしいですね。なんぼでしょう。はい。2N イコール4ですよね。2N イコール4。なんでかなって言ったらね、A の時にはこれ複製、A の中期のやつがまあ観察するには一番適してるんですけど、これってね、染色体の複製、染色体が DNA の複製が起こってるわけですから、2倍になってるんでしょ？ね、染色体の本数ね、今ここ確かにね、A の段階で数えたら1、2、3、4、5、6、7、8ってなってるけど、これ2倍になっちゃってるんだからね。これ、2N イコール、本当は4ですね。4。複製する前は半分ですからね。2N イコール4。どうですかね。はい。×ですね。はい、次。丸4番。B は第一分裂後期を示している。B は第一分裂後期。第一分裂じゃないですね。これ第二分裂後期ですね。もうだってすでに一回半分に細胞割れちゃってるじゃないですか。第二分裂後期ですね。はい。で、次。丸5番。丸5番は C は第二分裂の中期を表している。んなわけないですね。これ第二分裂の、これ周期ですね。今これ細胞質、薬じゃない。細胞質分裂起ころうとしてるじゃないですか。ね、角膜の形成も起ころうとしてますし、これ周期ですよ。はい。OK ですか？その辺難しくないですね。はい。まあ楽勝。はい。ちゃんとね、何がおかしいかなでもチェックしておきましょうね。あ、ここ、同じですよ。はい。では、これでね、2013年第1回第2問、問い2番の回答解説を終わりにして、次回はね、2013年第1回第2問、問い3番のね、回答解説をしていくので、次の動画へどうぞ。